はじめまして。私の名前はアフラ・リアミです。私はシャージャ大学の学生です。専攻は科学です。今、4年生です。卒業後、ドバイ警察の鑑識で働くために科学を専攻しています。私はドバイ警察の役に立つために大学院に進学します。ドバイ警察、いつもサポートをどうもありがとうございます。あなたのサポートは私たちに自信を与えてくれます。いつもお世話になりまして、ありがとうございます。